伊藤京平は日本の地理学者、理学博士、第四代愛知教育大学長、愛知県地方計画委員会会長、矢作川流域開発研究会会長などを務め、地域開発計画の立案、推進に大きな業績を残した。長野県伊賀両村に生まれた、旧西伊田中学を経て、1930年、東京高等師範学校を卒業。 1936年、東京文理科大学理学部地理学科を卒業。東京府青山市藩学校、東京女子市藩学校、立正大学などで教鞭を取り、東京都市学館となる。戦後、長野県須坂高等学校長を務め、1951年に愛知学芸大学教授となる。1955年、農業地域、 農業労働力受給の全国的研究により、東京文理科大学から理学博士を授与された。研究成果の地域社会への還元が多く、1957年から7年間、愛知県農産漁村振興委員会専門委員として農産村指導に当たった。学会誌、地理学報告を創刊するなど、出版活動も多く行った。1954年に表した。 地方都市の研究、新しい豊橋は番を重ね、ことによく読まれた。愛知学芸大学は発足当初から名古屋文校と岡崎文校の間で本部位置をめぐって激しい争いが行われていた。1949年9月19日に本部が岡崎市に決定した後も名古屋側は後期4年課程設置をめぐって学大後期誘致規制同盟を結成するなど、 反対運動を続けた。1966年7月14日、教授会は大学の移転統合先を仮屋市伊賀谷町とする小木曽工学長の見解を承認。ここに至って、尾張、三河間の構想は収束した。1967年6月14日、愛知教育大学の第四大学長に就任。1969年8月22日、 同大学岡崎文校において、全学闘争委員会が、全通用門にバリケードを立てる。同年11月25日には無期限ストライキに突入。激化した大学闘争に学長として対処した。1970年4月、刈谷市への統合移転完了。1971年、矢作川流域開発研究会を組織して、会長となり、流域は一つ。 運命共同体を提唱して、流域全市町村の住民の連帯間育成運動や地域活性化を推進した。同年6月13日、学長を退任。伊藤は、学長退任後も岡崎市明大寺町、道場帰りに住み、市政の発展に深く寄与した。岡崎市総合計画審議会会長、岡崎市市編纂委員会副会長、岡崎市民合唱団団長。 岡崎市政顧問、岡崎ぬかた地区広域市町村県協議会長などを歴任した。1977年11月、君二等随法賞を受賞。1978年、日本地理学会名誉会員に推挙された。1984年8月28日、蜘蛛膜下出血のため私立岡崎病院で死去。77歳没。 1985年7月1日、岡崎市名義民に推挙される。ありがとうございます。